黄色い煙のようです。煙の化け物がこの村に近づいてる。100年前の実話を描いた日立鉱山の奇跡。誠実に保証する気があるのですか？あります。必ず保証します。かかれ！関根三郎君率いる青年会は手強いですよ。我々の目的は塩害対策です。銅山は国策ですよ。金で済ますほかないじゃありませんか。力ずくはダメだい。私たち敵同士ですもんね。仕事を泣かせるような会社は潰しても構わないと言ったのはどなたですか？ケイさん。社長。世界一の大煙突を作ろう。命をかけて環境破壊と戦い、愛と誇りを守った人たちがいた。ある町の高い煙突。